そしたらフレデリカをやっていきたいんだけど、3ヶ月ぐらい前に発売かな。ちょっとこのゲームが発表された時にちらっと見てて、その時に気になってて、まあ、買うだろうなっていうことで、そっからあんまり情報入れてないんだけど、ルンファクとか作ってた人たちがやったんかな、その系統やって聞いてるというか、そのはずなんだけど、まあ、そしたら初めからと。昔々あるところにとても平和で幸せな王国がありました。しかしその国には王だけがいませんでした。かつての王は大きな罪を犯し、深い大穴に身を隠したのです。その時世界中から言葉を奪い去り、二度と戻ってくることはありませんでした。王様が言葉を奪い去ったん。姫は戻らない王を思い、嘆き悲しみ泣き続けました。やがて100年が経つ頃には涙が姫を包み込み、美しく大きな結晶となりました。これは残ってるんか、不思議な話だな。そして長い年月が過ぎ、人々が大穴のことを忘れ去ってしまったある時、100年以上経ったってこと。大穴から7つの光が飛び立ちました。しばらくして大結晶の周りに一人また一人と戦士たちが集まってきました。多分この戦士を操作するんやよな。すると不思議なことに、7人の戦士たちに姫の思いが伝わってきたのです。いや、不思議なことはもうずっと不思議だけど、右上のは何なんだろう。聞こえますか？7人の戦士たちよ、どうか私の願いを叶えてください。奇跡の光が呼んだ7人の戦士たちよ、すぐそこにある大穴を見てください。そのどこかに王がいるはずです。百何十年なのか何百年なのか、あなたたちには王を見つけてきていただきたいのです。姫様は脳に直接かなんかは知らんけど、とりあえず喋ってるんだな。言葉どうやら取られてないか。大穴に救う悪意はあなたたちの侵入を拒んでいるようです。けどこの7人は穴から来たんだよな。私の加護の力を使えば大穴に入ることができるかもしれません。でも一度に加護の力を使えるのは一人だけ。そうなんだ。さあどなたが大穴に入りますか？了承もしてないのにいきなり。まあ初っ端はこれかな。だけど一応全部見る。農家は農家しといてほしいんだけど、戦いに行った方がいい時あるんだろうか。ずっと一人なんだろうか。男かい。メイドさんもメイドしといてほしいんだけど、まあ戦うメイドは日本人好きだよな。
まあ、とりあえずワンダラーだな。長押し。頭身が可愛いね。R ルンファクも3こないだやったか。L なんだろうけど2だからあんまり回復薬だらかもしらんから押せない。ここが大穴の中。どうやら私から見えるのは光の差している範囲だけのようですね。光が届かないところには悪意がうごめいているのを感じます。どうか気をつけて。声優あんまり詳しくないけど花沢さんっぽいな。花沢さんはさすがによく聞くから結構わかる。装備もちょっと好きなんだよな。全身あるやつもそれはそれでいいけど。でさっき拾ったの何？レッド R ちゃう。この辺ルンファクか。ちゃう。ZR、これだな、多分取ったの。ストーンソードの面影。で？いや、全然わからんな。石材と乾いた木材でなんか作れるんか。ストーンソードの面影が作れるんか。全然わからん。まあ、この辺また後々あるかな。今は進むべきか。自分の位置から。あなたが持っているその石、何持ってるん？これ入った方がいいの？あなたが持っているその石、その石から武器の記憶が感じられます。ストーンソードの向かいか。材料さえあれば武器を蘇らせられるかも。なるほど。ちょっと方法を考えてみますね。これチュートリアルが得られるスポットな。お、最初よっ。えい、ちょっと文字小さいな。海馬、トマトの種。まあルンファクといえばというか牧場物語が大元だから OK だけど、農業は農業でいいよね。3回攻撃を入れるかどうか問題な。道具持ち帰んでええのはええかもな。ゲームの難しいとこで簡略化しすぎても味気なくなるんだよな。
ちょっと遅い。やっぱり2発か。動いてるやつちょっと距離感難しいか。ちょっと文字小さいな、本当に読めない。なんとかバナ、どこバナかな。荷物がどこに表示されてるかな。どれだけ取れるんだろう。えい、ダッシュないのか。あ、しまった。使っちまったよ。しかもボス戦前に使っちまった。ザリガニか。あっさり逃げたな。それはそれでいいと思うけど。はあ、ヒヤヒヤしました。強そうな魔物でしたね。あ、あれは私の涙のかけら。そうなん、でかいな。思っていたより早く見つかってよかったです。これを使えば他の皆さんと交代したり地上に戻ったりすることができるんですよ。いいね。結晶の前で手を掲げてみてください。そうです。そして帰りたいと強く念じてください。ここで他の皆さんと交代できるんですが、今回は戻って見てほしいものがあるので機関を選んでください。どこで選ぶのだ。なるほど。もっと強く念じてみてください。はいはい、長押しね。
それにしても思っていることをうまく伝えるのってなかなか難しいですね。あの右上のは何なんだろうな、11なのか。帰ってきたよと。けど言葉がないからみんなとは話せんのか。どうやって話進めるんだろうと思ってたら姫だけはあるんだな。タイトル、音楽いいね。おさんでも進んでるよね。あ、来た来た。みんな働いてる。おかえりなさい。びっくりしたでしょ。皆さんの力もお借りして冒険に必要そうな施設を用意してみました。先ほど拾った武器の記憶が刻まれた石、面影があれば火事場で武器を作ることだってできますよ。でも武器を作るには素材も必要になります。まずは工房に行ってみましょう。これが持ち帰りましたよだな。カメラは回転しない。あぶね、またLを押すとこだった。生産空き枠。武器などの装備品を作るには木材や石材が必要になるんです。工房では丸太を使って木材を生産することができます。早速木材を作ってみましょう。丸太はこれなんで分かれてんの。同じ乾いた木材いたのに。これで生産開始できました。開始できましたで、まだできてるわけじゃないんだな。でも生産はすぐには完了しないのです。その説明をする前に他の施設でも生産を開始してしまいましょう。では次は錬金釜に行ってください。楽器持ってるんか。ここでは鉱石を使って石材を生産することができますよ。1個作るか3ついっぺんに作るかの表示か。これは先ほどの要領で。いっぱい作るの3つしかできないのか。さすがです。材料が少ないから3つなのか。これで生産の依頼はバッチリですね。お気づきの通り生産を頼んだものはすぐには完成しません。即時生産ボタンがあるんだけど。大穴に行って冒険をしていると生産が進みますよ。さあもう一度大穴に入ってみましょう。働かすな。まあ行ってみようか。まだまだチュートリアルだろう。頑張ってくださいね。もう一回同じとこか。え、帰る直前に回復してもうたから帰って回復するかどうかの判断がつかないな。なしまった、飛び込んでもた。Hey!
したし、スキルももらえたけど。習得できるんか。アイアンウォール変ちゃうか。まあ、これにしとく。あれ全然できないよ。チュートリアルを待てか。まあ、待ってみようか。おかえりなさい。生産が完了していますよ。受け取りに行きましょう。もう一回作っといたらいいのに。素材が揃いましたね。これで武器が作れるようになったはずです。では火事場に行ってみましょう。ここでは面影を元の姿によみがえらせることができるんですよ。武器だけでなくピアスやリングも作れるんです。今回は最初に拾った武器をよみがえらせてみましょう。いきなりやりましたね。このように火事場や調理場では材料さえあればすぐに作成を完了させることが。受け取った武器は倉庫で装備することができますよ。今度は倉庫に行ってみましょう。倉庫に行かんと装備できんの。倉庫どこだ。これか。建物じゃなかった。できましたね。いい感じです。こんな風に武器を作っていけばどんどん強くなれるはずです。ちなみに今回は普通に生産しましたけど、スグオワールを使ったりルーンを多めに使うことですぐに生産完了することができるんですよ。ルーンは何をするにも必要になるものなので、たくさん集めておくと良さそうです。どこで集めれるんだろう。他の施設でも役立つアイテムが生産できるので後で見てみてくださいね。では戦ってたら勝手に溜まっていくのか。施設を活用して強くなりつつ大穴の奥まで潜っていきましょう。改めましてこれからよろしくお願いいたします。装備は倉庫じゃなくてもできてほしいな。なるほど、分解でこのマーク消したいんだけど。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私こういうところマメなんです。どうしたらあのマークは消えてくれるんだ。まあ他のとこ行くか。
この今どれだけ持ってるとか知りたいのはどうしたらいいんだ。どの鉱石を錬金するんですか。14個持ってて6個消費してこの石材を3作るってええんか。生産頑張ってくださいね。あの鍋の中身どうなってるんでしょう。頑張ってくださいね。木の香りって落ち着きますよね。見ているだけで汗が出そうです。面影がないと何もできんのか。動物のお世話って結構な肉体労働ですから、体を痛めないように気をつけてくださいね。頼みましたよ。これは一個一個時間がかかるのか、一個は両方同時に進んでくれるのか。お父様はどうして言葉を奪って言ってしまったのでしょう。お父さんなんだ王様。どうして。まあ基本の株からか。何を作るか困った時は株がおすすめです。株はいろいろな料理に使える万能な作物ですから。レベル1で解放。解放するのに何がどれだけいるとか私の王様って言われると何を想像しますか。私はやっぱり株かなと思います。まだ何もないからな。あれ持ってるんか。料理が完成しましたよ。消したいわ。魔石を使って属性を変えるのも戦略ですよ。どうしたら消えてくれるんだ。アイテムがたくさんあるとなんだか嬉しい気持ちになりますよね。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私こういうところマメなんです。なるほど。千里の道も一歩から。目標達成すると素敵なご褒美をあげちゃいますよ。これは受けんでももう勝手に変化目標があるとやる気が湧きますね。じゃあもうん受け取り。拠点大穴
全達成目指して頑張りましょう。まあ、じゃあチャレンジミッションをこなしていく感じでええんか。行くぜ。料理はどうしたらいいんだ。どれも本当に美味しそうで迷っちゃいますね。なるほど。本当はいらんけど、まあ初めだからお試しでしてみるか。私も一緒に戦えたらいいんですけど、頼り切ってしまって本当に申し訳ないです。ご無論を。チュートリアルがまだまだ。もしかしてとは思っていたんですが、ここはかつての王国の姿とそっくりなんです。ただもちろん本物の王国がこんなところにあるはずがありません。誰かが大穴の中に王国を再現しようとしているんでしょうか。なんて、そんなはずないですよね。10分の1。やっ、わりかし早かったな。やっ、さあ、やっ、弓矢だ。えい、さあ、や、さあ、えい、さあ、えい、ふっ、や、さあ、や、なるほど。チュートリアル終わって本当にこっからが一からって感じか。してみるか。
飯。これは女の子なのか。交代。声が女の子だった。な、ヒットポイントが回復した代わりに全然ねえ。レベル1だからか笑顔で落ちてってる。なるほど、まあもともと倒すつもりだから全然いいんだけど。なんかあの皇太の声はお姫様の声か。すげえ低かった。結構自動でエイムしてくれるか。そんなことない、ある程度はいる。この辺で直さないかのことではない。この声は女の子でいいのか男なのか。ちょっとレベル低いよな。レベルとかヒットポイントが欲しい。まあ、けど割と好き弓。なんかね、ヘイム下手すぎ。上がられたか。くそ。間違えた、間違えた、間違え続け。なんか突然間違い出したぞ、ボタンを。死んだらどうなるんだろう。ちょっと見ときたい誘惑もありつつ、この
ステージの始めからとかなったら嫌だな。いろんなもん生産するか。血が涙からなのか、到達階からなのか、
もう早くも覚えてない。じゃあ進むか。あのマークけど涙ありますよマークだよな。